皆さんこんにちは、ジマです。今回はですね、ニコン Z マウント対応超広角の代名詞でもある優秀なズームレンズですね、ニコール Z1424 の F2.8S ライン、このですね第三元レンズの一つをいろいろですね使い倒してみたので、気づいた点とか、まあ、魅力とかですね、特徴っていったものを話していこうかなと思います。今回の動画ですね、見ていただいた結果、大口径ズームというものを選ぶべき方の、まあ、特徴であったり、このレンズがね、どういった魅力があるものなのかというのをサクッと把握していただけるかなと思います。今回もジマチューブスタートです。ジマチューブ。はい、改めまして、ジマです。このチャンネルではですね、撮影に関すること、写真技術に関することを毎週更新で投稿しておりますので、チャンネル登録をされていない方はこの機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。早速ね、もう作例を流しておこうかなとは思うんですけども、やっぱり14から 24mm のレンズということで、私自身もやっぱり 14mm で撮ることがすごく楽しかったんですね。なのでまあ 14mm から撮っていることが多かったんですが、やっぱり青空が綺麗に撮れるし、広く入る、私たちの日常の視界でここまでしか見えんものがさらに広くですね、映り込むというところがあるので、面白いなっていうレンズでもありますし、逆光耐性もすごく優秀です。今ね、これには 112mm の、遠変光のレンズフィルターをつけてます。これがね、この1424の魅力の一つでもあるんですけども、レンズフードをつければ、そのレンズフードの溝のところにレンズフィルターをね、純正のものがつけれるというのが一つの魅力になってます。で、このレンズはナノクリスタルコート、アルネロコートがついているので、逆光耐性が優秀なので、まあ、思い切ってね、太陽なんかの強い光源をまあ入れても、今までのレンズよりかはすごく、綺麗に撮れるというところがあります。という話を念頭に置きつつ、結論から言ってしまいますと、まあ、超広角の世界を堪能できるレンズですよっていうところを、まあ、お伝えしておこうかなと。1424F2.8、このレンズですね。F レンズ時代を含め、まあ、第三元の超広角を担当している中でですね、まあ、高貴な憧れの、いつかは、使ってみたいレンズというところで 1424F2.8 っていうのは存在するかなと思います。各カメラメーカー超広角レンズの領域っていうものは一通り揃えていまして、まあニコンであればニコール Z1424F2.8S ライン、これがまあ今のところ一番新しいですね。 F マウント時代のものもあるんですけども、まあ、これがね今新しいモデルになってます。でソニーで言うと FE1224F2.8GM、 これ12の 12mm の、広角端のやつが新しくね、出てきたっていうところでなかなか衝撃ありましたね。でキャノン RF1535F2.8 の、LIS の USM ですね。と開放 F 値はみんな同じ F2.8 で統一はされてるんですけど、若干焦点距離の、まあ、広角端がちょっと異なるっていうところがあります。でね、2470とか70200のような第三元レンズっていうものは他にも、種類があります。こっちが 2470F2.8S ラインですね。2470の第三元とか70200っていうのはスペック上正直各社あまり差を出すのは難しいと思います。格差、見つけるのが難しいというところがあるんですけども、超広角のカメラは、まあ、光の性質上ですね、この広い範囲を取るために横から入ってくる光も無理やり結構屈折させてストンとセンサーに届ける必要があるので、内径 55mm ですね、この内径 55mm、 Z マウントの話ですよ。内径 55mm、 フランジバック 16mm の Z マウントっていうのは他社よりセンサーを光を、まあ、効率的に届けることが可能になってますね。ここ大きいので、でレンズフード付きっていう条件にはなるんですけども、この1424の2.8 のね Z マウント対応のレンズっていうのはレンズフード付きっていう条件なんですが、レンズフィルターが、ずっとねつけとけるっていうのがやっぱり強くてですね、デメキンレンズからの脱却っていうのは一番大きな、確かにその逆光耐性とか画質とかいろいろメリットはあるんですけども、それ以上に何より利便性、使いやすさっていうところで私は一番評価したいところかなというふうに思います。で現実世界をですね、より広く美しく
非現実的な画角でですね、写し超広角レンズっていうのはレンズ交換式のカメラ、一眼カメラですね、ミラーレスとか一眼レフを含めて、まあ、使うんであればぜひ一度は体験してほしい焦点距離かなっていうふうには、思います。今 Z7II に1424の、第三元レンズをくっつけてみました。私今回ね、作例の多くはやっぱりまあこう画素機で撮った方がいいかなというところで Z7II に、この1424の第三元レンズをくっつけております。先日ね、発表があった Z9 なんかも結構ね、2470のレンズもまあよく使われてはいたんですが、作例として1424を使われているケースもあったので、やっぱりそういった高品質なカメラに対しても十分対応できるっていうのが第三元レンズの特徴の一つかなと思います。超広角でしか撮れない世界といったところで、まあ、作例をね、もう載せつつ話していこうかなと思います。今回はレビューになるので、広角端 14mm というですね、焦点距離はですね、まあ、画角内に不要なものが映り込まないように、自分の影さえも映ってしまうぐらいなんですよ、 14mm で撮ろうと思うと。なのでかなり注意する必要があります。ただ構図とか映す範囲を自分が思い描いている通り整理整頓してパシャって撮った写真はもう自分でも笑ってまうぐらい楽しいです。うわ、カレンダーみたいっていう風に思ってしまいます。で、広角は情報量が多く撮れるんですね。いっぱい画角の中に入ってくるので扱いはちょっと難しいっていう印象はあります。で、20ミリ以下の画角となると本当1ミリの差がめちゃくちゃ大きいんですね。なので14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24って言ってしまえば、幅としては10ミリなんですよ、1424って。でもこの10ミリで全然違う画角になってくるんですね。その画角の違いっていうのはちょっとまた後ほどお伝えするので、今はこちらのね F9 か F9 で撮った時の、まあ、解像力の高さみたいなものをね見てもらってたらなと思うんですが、やっぱりこういうね風景を撮ると楽しいですね。四季折々の風景とか、まあ、無機質なビル群であったりとか夜景、あとは夜空ですね、星景写真、ポートレートなんかでも使えるし、利用用途は様々です。で、光学的に広角レンズっていうのは、光学的に広角レンズですね。光として広角レンズは、レンズ技術がすごく求められる場面が多くてですね、ニコンは特に Z レンズの恩恵を受けているなっていうところで、本当に最高品質の第三元を揃えているなと。特に Z マウントって望遠レンズに対してのインパクトっていうより、広角レンズがより小型、軽量化してるなっていうのは、いろんなリリースされてるレンズを見ても印象として受けますし、このレンズもそれの中のヒットですね。で、超広角というものはですね、まあ大体 20mm 以下は超広角かなって思ってます。まあ24とかでも十分超広角って呼ばれてもおかしくはないんですけど、最近はもう 20mm ぐらいのものが単焦点でも揃ってますので、20mm 以下の方が超広角って言えるかなっていうところがあります。サイズ感とかね、繰り出した、まあ、前玉とか価格面、サイズ感、重量なんかは、まあ、ある程度妥協して撮りたい画角を優先せざるを得ないっていう状況が今までの超広角に対して思ってた印象なんですね。超広角で撮りたいけど、その分前玉繰り出してちょっと気使うし、まあ、価格高いしサイズでかいし重たいしっていう、いろんなところで使えるかっていうと、結構使う場面ってそのピンポイントで使うとめちゃくちゃいい映画が撮れるけど、常につけっぱで使い続けれるレンズかっていうと、いろいろ映りすぎるんで、ちょっと扱いにくいっていうところもあってですね、まあ、少し難しい、ハードルの高いレンズかなっていう印象はあったんですが、今回のレンズは今まで出てきた超広角よりやっぱり優れた点が多いです。特にまあその携帯性っていうところはね、先ほどから押してはいるんですけども、こっちの作例なんかでは 24mm で撮ってます。このレンズ1424で、私自身がね広角すごく好きなので、基本はまあ 14mm であったりとか、そういう広いね焦点距離で撮ることが多いんですけども、別に 14mm絶対撮らなあかんってわけはなくて、 24mm でも全然撮ってもらっていいんですね。14から 24mm で撮れることができるので、で人物撮影で、確かに冒頭のね作例は 14mm やったんですけども、広い空間をドンって映すんであれば 14mm で撮るのは楽しいんですけども、こういった室内なんかで正直天井のいろんなライトとかね、その換気口みたいなものが映ってしまうんであれば、まあ 24mm である程度映らないようにするっていうのもありかなと思います。今ディスプボタンのところで焦点距離を出てますね、この状態ですね。こういった形で焦点距離を、まあレンズのね
ディスプボタンで表現できるので、まあ、24mm なんかで撮ってもらっても全然いいと思いますし、ただ言っても広角レンズになりますので、パース効果には注意が必要かなと思います。なのでこの写真でもね、あの右下の、カメラですね、フィルムカメラがちょっとね真ん中の方にグイッと寄せ付けられているような、伸びているような感覚を受けると思いますので、こういった四隅の部分に置くものは、注意が必要だと思います。こういった部分に人物の、お顔なんかを置くと伸びてしまってね、違和感のある形になってしまいますので、伸ばしたくないものは画面の中心に置くようにするのが一つのポイントかなと思います。なのでこちらのね、開けたというかちょっと綺麗なね、まだそこまで紅葉づいてなかったんですけども、ちょっとね秋を感じる場面なんかでは、まあ、ローポジションで地面を、まあ、前ボケとして入れてしまって撮影をしております。この時も人物はあまり伸ばしたくないので真ん中に置くようにしておりますね。で解像力のところを見ていくと F9 の、海にねかかってる橋を撮ってるシーンなんですけども、まあ、十分かなって思います。右上のねところの橋のクオリティなんかを見てもらっても F9 でまあ撮ってるっていうところもあるのでしっかり改造してます。まあこれ 2.8 でも撮ってはいたんですけども 2.8 でも、ある程度やっぱり改造してました。十分かなっていうところがあります。ただ個人的には F9 のバキッとした感じの方がいいかなって思ったんで F9 の方を引っ張ってきました。じゃあ今度左下ですね、四隅の方どうなるのっていうところなんですけど、まあ十分ちゃうんかなっていうところがあります。確かに F マウント自体のレンズよりかは良くなってるとは思いますし、すごく超広角でこの描写力を出してくれるのは嬉しいところがあるんですけども、やっぱり言っても四隅はちょっとしんどいところがあるのかなっていう印象はありますが、これをまだまだやって求めていくとこのレンズ以上のものをそうそう簡単に手に入れることはできないと思うので、このレンズでこの描写力でどういうふうに撮っていったら自分が納得できる解像力を表現できるのかっていうのを、どっちかっていうと私たち側がレンズ側に歩み寄っていくような使い方の方がいいかなと思います。個人的には 14mm でこんなに距離離れてるものをバーンと大きく写し取って左下の四隅のところを突っつくっていうのはあんまりそこまでね、やってもしゃあないかなと思うところがあるので十分だなっていうふうに個人的には思ってます。では画角比較に移りましょうか。冒頭のシーンですね、外の公園で後ろ青空きれかったんで大きくドンと映しているシーンになります。これがですね、まあ、14mm から24mm です。だいたいね2メートルぐらいモデルさんと距離離れています。ソーシャルディスタンス保っております。その状態で 14mm で撮ると、まあ、結構ね2メートル以上離れてるような感覚がありますね。でここの時もパース効果は効くので、モデルさんのお顔は真ん中に置くようにしております。で 14mm から開始して少しずつ寄っていくんですね。この状態でもカメラは固定した状態です。カメラは固定した状態、モデルさんも固定した状態でお話ししながら 14mm、16mm、18mm、20mm、24mm とちょっとずつ寄っていく感じですね。でこの 14mm と、16mm っていうところで、確かにそのまあ見方によってはそんなに差がないかなというふうには見えてはしまいますが、逆に 14mm と 20mm を見比べてもらうと結構差があるように思います。モデルさんそのものの大きさっていうのはそこまでね、まあ違いがないかなっていうふうに思われるかもしれないんですけども、やっぱり後ろの入ってくる画角の情報量ですよね。 14mm なんかはもう右上であったりとか右下は結構公園とか青空の雲のところまでグーって入ってきてますよね。でも 20mm になってくると、この 14mm で右上からちょっと中側に入っている雲が 20mm では一番右側に来ているぐらいの感覚になってます。なので真ん中の部分っていうのはそんなに大きな影響はなかったとしたとしても、四隅のところの全体をグイッと画角内に突っ込んでくる感じですよね。もう広い世界をグイッと押し込む感じっていうのは、やっぱりこのたかが6ミリの差なんですよ。広角であれば6ミリの差で14と20ってこんなに変わってくるっていうのが、まあ、体感してもらえたらなと思いますね。24ミリになってしまいますと、もう正直なところ青空じゃなくて雲が、まあ、背景いっぱいになってきていますね。なので後ろの外背の高い木ももう切れちゃってますよね、24ミリになると。なので14ミリであれば雲があって青空があって木が後ろに立ってて全部入り込んでるんです。で20ミリになるとちょっと木が上キツキツになってきたかなっていうぐらいになってきて、24ミリになるともう木は上の部分ちょっと見切れちゃってて、で
青空はもう雲の部分だけが映し取られているのであんまり入っていないというところで、まあ、24ミリなんかのこっちですね2470のズームレンズなんかを使うといくら頑張っても広角端ですね24ミリは右下からのスタートっていうところになります。まあ、こっちは逆に70ミリまで寄れるっていう魅力があるんですけど、こういったところで広角の焦点距離をどこまで求めるのかを、まあ、ご自身でね判断してもらえたらなと。でついでにあの遠変光フィルターの話もしておこうかなと思うんですが、このレンズ112ミリで私遠変光フィルターというものを、利用しております。くる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 回すと、まあ、あの言ってしまえば、まあ、PL フィルターみたいなものでそれの、まあ、オートフォーカス版のものになりますね。なので動かしていると、反射みたいなものを、防いでくれます。なので空気中に乱反射しているものをですね抑えてくれるので、効果これ全部あの撮ってる時の状況として、露出は全て一定です。同じところに三脚を置いて同じ時間帯に同じ被写体を撮影していて、単純に私が撮りながらレンズの前のフィルターをくる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 回してるだけです。で効果弱であれば水面の、まあ、乱反射のところが、まあ、光っていたりであるとか、中になってくるとちょっと水面というか海面ですね、海の部分がちょっと、まあ、暗くなっていって、で効果を最大マックスに持っていくと結構もう乱反射というかそもそもの反射っていうものがなくなって、どっちかっていうとちょっと味気ないというか重たい印象のちょっと海になってしまってますし、雲もね結構重みが出てくると思ってます。これはシンプルに乱反射を抑えてくれている。で青空の青の部分も結構そのしっかり色が出てきているような状態になりますので、遠変光フィルターみたいなものはまたアルクレストと一緒にね話しておこうかなと思うんですけど、こういった効果を、まあ、超広角のレンズで使うことによってですねより楽しめるところがあるかなというところがあります。でですね次が描写力とサイズ感の改善っていう話をしていこうかなと思います。画面をですね切り替えて、次は描写力とサイズ感の改善についてです。広角ズームの中でも高い描写力で第三元の一つとして実力はもう十分ある1424のレンズ、さらに Z レンズの魅力として小型軽量を実現してくれている優等生、しかも S ラインなんでねもう描写力最高ですし、あのディスプレイ表示ボタンもありますし、あのファンクションボタンもついているっていうね、もう至れり尽くせりなんですけども、前玉に採用している両面が非球面のレンズっていうものを使ってるんですね、このレンズ。なので Z マウントのショートフランジバック 16mm と、55mm の内径を生かした新しい光学設計で F マウント時代の右下でね載っている F マウント時代のレンズに比べて小型軽量化をしてくれてます。で超広角を利用する場面としてやっぱり山とか滝とか街並みとか外に出かけたくなりますよね。超広角持ってスタジオで撮るのもすごく楽しいとは思うんですけど、個人的にはやっぱ綺麗な日本の四季折々の、景色を撮りたいっていうのが広角レンズの楽しみ方の一つかなというか、自分なりのカレンダーみたいなのも作りたいっていうのが私自身が広角レンズを楽しむ一つなんですけども、そうなってくると移動がね大変なんですよっていう時に、この軽くなった、ちっちゃくなった、でも描写力は改善しているっていう機動力と描写力の両立を成功してくれている 1424-2.8 のニコンのこのレンズはめちゃくちゃ嬉しいです。やったっていう。で F レンズの1424が 970g です。言っちゃえば 1kg ぐらいですよね。それに対して 650g なので約 320g ぐらい変わってます。言ってしまえば320っていうと何でしょうね、アルミ缶1本ぐらい、コーラ1本分ぐらいのものです。あれが多分 350ml ぐらいなんで、あれ1本分ぐらいが軽くなってると。でそう聞くと、まあ、そんなもんかって思うんですけど、1日カバンの中に入れててとか1日首から下げててコーラ1本分って結構ね変わってきます、1日持っていると。なので描写力の向上を実現してくれたもう広角ズームのサイズ感描写力ともに頂点だなっていうふうに思います。その分お値段そこそこするんですけど、それは納得できるというか、利用頻度によっては全然コストパフォーマンス十分でしょっていうものです。で 14mmF2.8 の超広角を生かした風景撮影とか光量の少ない場面でも 2.8 なので、言っても明るく撮ることができます。シャッタースピードをまあ落としてしまう、小さい値に持っていくっていうのもありなんですけども、まあ小さいISO 感度でノイズが少なく撮ることも高画質でできる F4 のレンズがあるんですけども、そっちよりも暗い環境で
取る方が多い方の場合は 2.8 の方がいいんちゃうかな。ただ取り扱いはね F4 の方が断然楽なんですけど、そこはちょっとね比較してもらえたらいいかなと。で、開放 F2.8 14mm っていう画角がやっぱり面白いなっていうところで、先ほどのね4枚あのモデルさんを真ん中にドンって置いた状態で四隅のね風景の切り取れる範囲をまあ比較してもらったと思うんですけども、被写体によって異なります。正直ただ24-70のレンズであったり70-200っていうものは F2.8 でも少し、物足りないなっていう場面があります。ただ ISO 感度で調整することが多いんですね。 F2.8 で物足りんなって思った ISO 感度を、1000とか2000に持っていくかなと思うんですけども、1424の場合って個人的に1424でめっちゃ動くもの撮るって私個人的にはあんまりないんですね。なので正直なところ開放 F2.8 で十分で、 2.8 で描写力そもそも開放からこうバキバキなので十分使えるので、 F 値はもう 2.8 で、シャッタースピードで小さい値に持っていって感度は可能な限り開けたくない。風景を撮ることが多いので1424で私自身はなので、あんまり感度を上げたくないっていう撮り方をしてます。で、 14mm で撮れるレンズです。なので私自身はやっぱり積極的に 14mm を使いたいと思ってます。ただめっちゃ広いなと思う場合もあるんですね。先ほどのその室内のカフェのシーンなんかもそうなんですけど、そうなってくると逆に違和感が出るんです。すごく広く撮れすぎているというところが、なんやこの広角っていう時があるんですけども、その時はもう18とか24に持っていくと、なんか見慣れてるね程よいその画角になってくるとか、その極端な話を言ってしまうと DX フォーマットにもう切り替えてしまうとかいう取り方もあるかなと。 24mmDX にすると 36mm ぐらいになってくるので、そうなってくるともう一般的なね標準レンズになってくるので、どっちかというと広角寄りですけど、なので画角を手軽に変更できる、小は大を兼ねるですね。 F 値とはまた別の話ですけど、焦点距離も小は大を兼ねるで、 14mm を36まで DX まで持っていくっていうことができると。ただ24とか 20mm のレンズをどう頑張っても 14mm に持っていくっていうのは基本難しいです。なので焦点距離も小は大を兼ねる考え方で使ってもらえたらなと。状況に応じて広角領域を自由に操れる、自由自在に使えるっていうのはこのレンズの強みやなっていうか、意外と幅広いなっていうところが感じたところですね。で、撮る側と被写体側の位置は同じ状況で、ズームにより画角がどれぐらい変わるのかっていうのは撮影前に結構比較することが多かったです。で、14から24って数字だけで見ると10ミリの差なんですけども、広角の位置見て全然違うんですよね。先ほどの14とか、16とか18とかでも全然違うっていうところがあるので、ぜひご自身がですね欲しい画角をイメージしてほしいかなと思います。ちょっと部分的にね広角で寄っているところの映像は差し込んでおこうかなと思いますので、ぜひね14から24の動きの中で、こんなに変わるんやっていうのを、体感してもらえたらなと思います。で、どういった方に向いているレンズなのかっていうところで、極端に振り切った、超広角で撮りたいっていう場合ですね。純正となるとやっぱりこの 14mm を選ぶべきだと思います。確かに 20mm とか 24mm とかの F1.8 シリーズで超広角の単焦点っていうものはあります。私自身も大好きで、20mm の F1.8 なんかは超ヘビーユーザーです。めちゃくちゃ使ってます。で、実はですね、第3元のこの超広角の1424の他に、小3元で1430の F4S ラインがあるんですよ。そっちも S ラインなんですよ。で、これも大人気なんですね。そのサイズ感もめちゃくちゃいいですし、レンズフィルターのところも扱いやすいサイズ感ですし、鎮動式でね、小型軽量っていうところがあって、価格も15万円前後。なんでこのレンズに比べて約2分の1ぐらいっていうところもあって、描写力も S ラインで十分なので、評価が高いです。ただ、画像周辺部の解像力の違いとか、第三元だからこその、魅力っていうのはこっちのレンズにあるので、そのサイズ、価格、描写力っていうのを天秤にかけて、自分は1430の F4 かな、自分は1424の、2.8 かな、結局いつかは買い替えるやろみたいな形でね、比較検討してもらって購入を考えてもらうのがいいかなと思います。なのでどっちも
広角端 14mm なんで、まあ、パース効果とか描写力を生かした豪快な撮影をする方にはどっちに転んだとしても、まあ、ワイド端 14mm の超広角を持っているっていうのは選択肢の一つとしてめちゃくちゃ面白いので、ぜひね興味ある方は一度こういったレンズに触れてみてもらえたらなと思います。今回は1424第三元レンズ F2.8 の、まあ、使用レビューというところでですね、私の、まあ、所感をいろいろ話しました。初めての方とかチャンネル登録まだされていない方はこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。